ムアン・ラムプーン軍は、タイの北部のラムプーン県にある軍であり、ラムプーン県の県庁所在地でもある。ラムプーンとは、ハリプンチャイの天下による発音である。年代記には、ラムプーンチャイなど様々な形の名称が登場する。日本語では、ランプーン、ラムプン、ランプンなどとも記される。ワット・チャーマテウィーおよそ9世紀頃、女王、チャマデビによって建設され、 文族のハリプンチャイ王国の首都として機能してきた。ハリプンチャイは、チャオプラヤー側の支流であるピン川上流にあり、水流を生かした交易で栄えた。ハリプンチャイ王国は、13世紀頃から、大族がこの地域に住み着くようになり、脅かされるようになる。大族の有力な州長の一人であった、マンラー・アイオーは、アイファーと呼ばれるスパイを、ラムプーンに送り攻撃の機会を狙ったが、 ついに1292年にハリプンチャ王国は陥落した。マンラーイ王はラムプーンに住み、2年後にはウィエンクムカームに移住し、アイファーがラムプーンの支配者となった。しかし、新興勢力であったマンラーイはウィエンクムカームからさらに北の地縁前に首都を移し、いわゆるラーンナー王朝と呼ばれる王朝を作る。一方で、モン族の文化を尊重し吸収した。 これの良い例がワット・クークットと呼ばれる仏塔である。また、その文化九州の過程で、ラムプーンは遅延前の衛生都市となる。ムーラサーソナーと呼ばれる歴史書ではほとんどと言って良いほど、遅延前に言及するときは、ラムプーンにも言及している。歴代のランナーの王は、ラムプーンには信頼できる交換を置き、自ら赴き滞在することもあった。しかし、 1558年に始まるビルマの統治を経て、ラムプーンの地位は低下していき、1780年代までには、ほとんど廃墟と化してしまった。ラーナー王朝を復興させた、チエンマイの君主、カーウィラは、1796年から、チエンマイ、ラムプーンに、戦争捕虜などを強制移住させ、ラムプーンを再建し、カーウィラの弟、セイティーカムファムを1805年に、 国主の座につけた。これ以降、カービーラのチェットトン王家によるラムプーンの支配が続いた。その後、ラーマ5世は、着リー改革を行い、大前度の中央集権化を目指す。ラーマ5世がき後の1922年、アムプームアンラムプーンとして、ラムプーン県の会の法人としてのラムプーン氏が成立。1943年に、 ラムプーン最後の君主チャクラカム課長オンサック少将が有名無実となっていた王位を退き、名実ともに内務省の管轄家となった。ピン川が形成した大地に位置し、軍内はほとんど平地である。軍内の一部にメータクラ国立公園が広がる。ロンガンの生産が盛んである。他にシルクの零細産業などがある。ラムプーン氏は17のタムボンがあり、 その階に158の村がある。軍内には4つの自治体が設置されており、以下のようになっているなお、市内には12のタムボン行政体が設置されている。ありがとうございます。